大注目の優勝候補か。君、大英雄だったのか。こんなの、どうやって勝てと言うんだ。なんか一般人よりも弱かったな。あの地震はどこから来てたんだろう。とりあえず勝ったから北斗のところに行こう。何か話したいことがあるみたいだぞ。さすがは私が見込んだ強者だ。あんたも見ただろ、カズハ。全く無駄な動きをせず、迷いなく勝負をつけた彼女の姿を。そうであるな。しかし、相手を傷つけぬよう、少し手加減をしていたようにも見えたでござる。今までいろんな戦いを経験してきた私だが、この一試合を見ただけで、こいつの強さがはっきりと分かったぜ。だから、褒め言葉をケチる必要なんてないんだぞ。うむ、褒めるとするならそうであるな。悪くない勝負であった。はあ、まあいい。あんたに詩を読んでもらって場の雰囲気を盛り上げようと思ったが無理強いだったみたいだな。実はさっき参加者が大勢私のところに来てな、リーユへの大英雄が舞踏会に参加するなんて思わなかったって驚いてたぞ。それから参加を申し込む人が一気に増えた。中には武道を極めたやつもいる。みんなあんたと勝負したいと思ってるみたいだぜ。だからあんたには優勝候補にふさわしい待遇を与えると決めた。一般選手との勝負で体力を消費してほしくないし、それにあんたももっと熱い対決を期待してるだろ。だからあんたには直接準決勝に進出してもらうことにした。さっきのはまだ予選だろ。直接準決勝だなんて適当すぎじゃないか。これが姉君の性格でござる。止められんよ。それに実際の実力でもこの大英雄は準決勝まで進むと拙者は思う。それはそうだけど。じゃあまずは他の試合を観戦しよう。誰があんたへの挑戦権を手にするか見てみようじゃないか。ついに、ついに来たぞ、本日の大目玉。どうやら姉君はこの勝負に大いに期待しているようだ。これほどまでに興奮した姿は久しぶりに見たでござる。お主の対戦相手は数々の試練を突破し準決勝まで進んだ百戦錬磨の強者。実力ではお主に及ばぬかもしれぬが、油断は禁物でござる。ではお主があの嵐を突破する準備ができているかどうか、しかと拝見させてもらうでござる。おしゃべりはその辺にしときな。観客も待ちきれないみたいだぜ。申し込みをした時の船員のところに行ってこい。彼女が会場まで案内してくれる。あなたの準決勝の相手、名はそこまで知れ渡っていませんが、本舞踏会の台風の目となる選手でしょう。大英雄様の実力を疑ってはいませんが、万全の準備をした方がいいのは確かです。このレベルの対決ならこいつはきっと負けないぞ。大丈夫です、深呼吸してください。
手合わせし、やっと来たぜ。大注目の準決勝だ。いいゆえの英雄と本大会の台風の目、勝つのは一体どっちだ。商品に興味はない。お前が強ければそれだけで十分。受け止めるか。重い拳を。はっ。重い拳を。はっ。受け止めるか。重い拳を。受け止めるか。でっ。はっ。重い拳を。はっ。受け止めるか。汗がたくさん出た。悪くない。認めよう、お前の方が強い。まだまだ鍛錬が必要だ。そうだな、さっきは危なかったぜ。もしお前が神の目を持ってたら、きっともっとすごかっただろうな。小さい頃神の目が欲しかった。それを手にすれば強くなれると聞いてな。だが手に入らなかった。それからは興味もなくなった。神の目よりも筋肉の方が使える。神の目を持つ者にも勝ったことがある。あの力は神が与えたもの、羨ましくはない。え、あの主なき神の目のために来たんじゃないのか。いや、ただ勝負がしたかっただけだ。誰が強いか試しにな。敗北の実が力の差を悟らせ成長させる。だから嬉しいのだ、まれに味わえる敗北が。これこそ本当に実力のある人が言うことだな。機会があればまた勝負しよう。俺ももっと強くなる。俺より強いかどうかはわからない。ただとてつもなく早いと聞いた。油断はするな。どうへ行っちゃった。決勝戦の相手について聞き込みに行こうぜ。全力を出さないとまずいかもしれないぞ。君か。勝負は見させてもらったよ。見事だった。俺は3回戦で終わったよ。はあ、惜しかったな。せめてもう1戦くらいできたら。決勝戦は誰が進んだか知ってるか。俺を任した人だよ。すごかったぜ。とてつもなく俊敏で人の隙をつくのがうまかった。少し隙を見せただけで次の瞬間地面に倒されてたよ。俺の体格は力比べなら負けないんだが、俊敏さとなるとどうにもならない。でもま、そいつが相手でもお前には勝てないと思うがな。あれ、お前の兄弟子は？垣
ケーで拳を防ごうとしたら鼻に直接当たってしまい大量出血してしまいました。相手の戦士も慌ててどうして避けなかったのか聞いてきたのですが、もうすでに返事ができる状態ではなく、避けなかったのはそれが霊山派だとしか。ただまだ習得しきれていないだけで、怪我を負った兄弟子を寄港する船に乗せて戻ってきた時には私の出番はすでに終わっていました。このことは私も師匠に言えません。きっとお怒りになられるでしょう。すみません、あなたたちに愚痴を漏らしてもしょうがないですね。私も今は混乱しておりますので、何かお聞きになられてもお答えできないかもしれません。そっか、兄弟子が早く良くなるといいな。お前も元気出せよ。はい、ありがとうございます。なんか役に立つ情報はなかったな。北斗に聞いてみよう。何か知ってるかもしれない。実にお見事、あっぱれであった。相手の動きに慣れるのに少々手こずり、苦戦を強いられていたでござるな。しかし迅速に体勢を立て直し、勝利を勝ち取った。これこそが最も称賛に値するでござる。実は耳で聞いたのでござるよ、砂と呼吸の音を。しかしこの程度は造作もないこと、姉君にも分かっていたでござろう。確かにな。ただ私は経験に頼ってるだけだが、あんたにとってこの舞踏会は新鮮でいい体験になってるんじゃないか。ちょっと聞きたいんだけど、決勝の相手ってどんなやつなんだ？準決勝の人より強いのか？そうでもない。ただ決勝に進出したやつは強いというよりも突出した能力を持っている。彼は速い、身のこなしに長けている。それに一目でわかるほど豊富な実戦経験を持っている。どうした？決勝戦で不意をつかれないかが心配か？であれば拙者から一つ助言を授けよう。共に静かな場所に来てくれぬか。まだ話してなかったと思うが、実は稲妻にいた頃拙者は浪人であった。おお、それは服装を見て分かってたけど、話してる感じは刀を使うような人には見えないよな。学問を得れば本を知り、武道を得れば刀を知る。長い道のりの中で芸を一つ増やすのは悪いことではないであろう。武芸に優れているとは決して言えぬが、大陸中の様々な達人を見てきたでござる。お主の相手が得意とする技術についても少々心得ている。お主の才覚であれば、拙者からの少しの助言でその技を打破する術を思いつくであろう。おいおい、それはちょっと反則じゃないか。情報収集も決闘の一部、問題はないと思うが。彼女らはモンドから数々の修羅場を経験してきた。それらをくぐり抜けられたのは気力によるだけのものでもあるまい。そうだそうだ。おいらたちモンドにいたことを言ってなかったよな。その場所へ行けば自然の中に足跡を残す。そして自然はお主らに特別な匂いをもたらすのでござる。しかしその匂いはあくまでも拙者に助言を与えるのみ、本質に触れることはできぬ。拙者もまだまだ気になることがたくさんあるのでござるよ。拙者と共に行かぬか。試合後の余興として。